う考えたって第9試合1万5000本どう考えたってこの4人はね無傷では終われないわけですよ。一面触発式巨大爆弾サンダーボルトタッグデスマッチ、だからそれ考えますとね一本勝負を行います。相当の決意では来てますよこれは。みよ全員他コーナー240パンドミスター・ガンノスケ同じく230パンド黒目の鉄人キザル二人の表情がちょっとキリッと変わりました。ザ・グレート・ザ・ザ・そしてねこの二人はね表情はねちょっと分かりにくいけどちょっと見てくださいのサスケの目不死鳥のハイガイガー。そしてね誰よりもハヤブサが分かってたはずですよ。これもう口でとやかく文句より今日しかないってことはこれそうですね、ハヤブサそしてねもうこれ一度これ閉まって今このリングの中、レフリーと5人いますよね。ただごとでは絶対終わらないんだからこれね。これレフリーも怖いでしょうね。ひょっとしたらねだからね命と引き換えぐらいに何か戦うわけですよね。特製のゴーグルをね今してますけれども、レフリーはこれ何のために戦うかっていう時にね、はい、こうみんなそれぞれね目標が目的があると思う、ね、さあ今ゴーグルさあ今電源が入りました。放電されました。さあこのオクタゴン触れた瞬間に1万5000ボルトさらには400個の壊った爆弾が爆発します。いや早くもエプロンでの戦い。そしてこの今黒田が行き黄色い面に触れると巨大爆弾が爆発するという。あこれは私たち放送席の目の前であります。これでもこっち側の爆弾だけが爆発するわけじゃないでしょ。全部です。これ面がそこだけで。そうなんです、これはもう四方八方どのお客さんも同じリスクがあるわけですよね。さあエプロンでの攻防というのがこれ必然的に多くなりますかね。これちょっと近くないかな。あ近いです。違うこれ客席よりここだけせり出してるよ少し。いやなんかさっき言ったじゃないですか。ちょっと勘弁してよ、これ赤い線よりも内側に入ってるんですよ私たちの放送席。ちょっと我々を何だと思ってるんですこれ見せしめですかね私たち本当にね。さあちょっとそういった意味では私たちも緊張してきました。ただこれね今ねハヤブサ対ガンノスケ、はい、黒田対サスケやっぱりこうなりますよね。そうですね、おのずと、もうサスケは黒田にこの3、4ヶ月、ね、どれだけ恥ずかしめバカにされてバカにされて恥ずかしめられたか、一方はガンノスケとハヤブサはもうこちらの方はね優に及ばずという感じですけれどもね。ハヤブサはハヤブサで最初の頃覚えてますか、あのガンちゃんはね親切ずらして止めたりしてたんですよハヤブサを。そうですよね、黒田が文句言ってるのを。そうですよね、行くな行くななんて。今思えばガンノスケは腹立てないはずだよ、グルだったんだから。それはそうですよね。なんかガンノスケがやっぱ大人だななんて言ってたよ我々。しかもあれでしょう、ガンノスケが引退する頃から二人は繋がっていたってことですよ ね。だからとんだ茶番に全国の FMW のファンが引っかかっていたってことでしょ。茶番つうかだからあれはでしょ、ね、やっぱガンノスケ選手の体が悪くて、休むためにこうなんかおそらくだから給料とかいろんな問題あったんじゃないと僕は思うんですけどね。そうしたたかないろんなも考え方があったんだと思いますよ。ほんでそこ持ってきてあんだけチーム黒田がボロクソ言ってて ね、ガンノスケが止めてたじゃないですかハヤブサに、まあ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 なんて、はい、あー今思えば腹立つよなこれ。え、ちょっと待ってハヤブサ飛ぶ飛ぶのかな、ハヤブサ飛びますか。おー危ない危ない危ない、いやこれはね飛ばない方がいいですよ、ね、いやでもあそこの面は何でも電流流れてるでしょ。もちろんですよ、くっつけば焼けますよ。だから爆弾は、ああ危ない危ない危ない、おっと爆弾は小型、いやここ小型爆弾もついてます。爆弾は黄色い面で大型爆弾が、はい、おっとおっと、小さい爆弾の、ちょっと何何、なんとまずはハヤブサが自爆であります。うわこれまずい、これまずい、白煙が今、ま、白煙が今川崎のこのですね、いやー、ま、漆黒の闇にこの白煙が今吹き上がりました。いやー
さあサスケと黒田がリング上、あーと急所急所、いやー完全に今あれ、はやぶさがピクリとも動きません。ちょっとこれ失神状態かもしれませんね。いやこれ失神でしょう。あそれをね、失神しているはやぶさにさらに追い打ちをかけるガンノスケ。これはね、サスケ一人になってしまうとね、よくないよ。いやよくないわ、そりゃあのサスケの場合はこのパターンが多いんで ね、今までに見たこと、またリンチだよ、リンチ孤立してしまうパターンが多いんですよね。さあサスケなんとかここは耐えていく、耐えなければいけない、耐えなければいけない、え出ちゃかったか。さあ出ちゃんかったな。もうでもね、サスケもね、もういい加減ね、分かってるでしょ、それは。おサスケが逆にThis is てっちゃん勝った。サスケ勝ったって言いましたよ、ね、え あこれはしかし足元をスライディングされた。サスケがようやくペースをつかんだかと思ったんですが、はやぶさは意識は戻ろうとしてるんじゃないでしょうか。かのかな、ええこれはでも予想外だったですね。ちょっとはやぶさ焦りましたかね。まさかちょっと自爆でね、まあ飛び技にこだわるはやぶさということだったんでしょうけれども、やっぱりそれとね、あの半年間待たせてファンのみんなに完全復活しているところを見せてあげたいって気持ちはわかるんですよ。そうですよね、気持ちはわかるんですけど、あのやっぱ慎重にやってもらわないと、これもう自分一人だけの問題じゃないからね。というよりも命が危ないですよ。みんながね、これ集まってんね、はい、今日お客さん何人かとお話しましたけど、はい、栃木から来てる人ね、神戸から来てる人、はい、もうみんなね、今晩泊まる宿なくても来てる人たくさんいらっしゃるんですよ、で今日これペーパービュー買ってくれてる人だったらそれぞれ5月5日、はい、ね、もうね、いいとこ早く見せたいのは分かりますけど、みんな勝つとこが見たいんでね、そうですね、早草選手が、あの自爆は気をつけてもらいたい。勝利を収めなければ、意味がありません。さあ黒田がしかし相変わらず乗っています。勢いありますね、やはりね黒田。さあ黒田は本当さっきも言ったけど、この低成長期にね、これだけ伸びた人間はいないですよ。それはね、いい悪い抜きにして本当これはね。さあ本家本元てっちゃんカッターであります。だってあの藤波辰巳さんが提唱している角度、サスケが危ない危ない、あいや今爆風でね、黒田も吹っ飛びましたよ。黒田も吹っ飛んだけど、俺らのこれヘッドホン越しに耳まで震えたね。うわまたしても、黒田も耳やられましたね。またしても白煙が、これちょっと斉藤さん、もうなんかこれがね、小型爆弾でしょ、上り竜のようにね、これが小型爆弾でしょ、大型爆弾だけはやめてほしいね。どうなっちゃうやめてほしいですよ。大型爆弾やめましょう。斉藤さんだってになんないっすね、これね。ドーンまだ2、3ヶ月しか払ってないでしょ。ちょっと待ってくださいよ。頼むからこの黄色い面にだけは、それやめてほしいね。近づかないでいただきたい。でも斉藤さん。さあ、ガンノスキが、はやぶさに。ガンノスキ調子いいな。ガンノスキはだから ね、あの、たっぷり給与取ってんだよ、これ。もうガンノスケとね、はやぶさとサスケはもうね、おそらくガンノスケはね、体のどっかが悪いんで休養してたんだと思うんだけど、そうですよね、まあ、腰もちょっと悪かったですからね、完全に休養がもうバッチリ取れてるね、さあ調子がうまり、それをね、サソリ固め、はい、逆の意味と黒田がアシストしてたわけですよね、去年の11月以来。まさかそんなストーリーがあったとはね、全く知る知らず、完全に騙されてないってたけどね、俺らも ね、踊らされてましたよね。そのことを今一番悔しく思ってるのがこのはやぶさでしょう。いやー、しかし下のサスケだって悔しいよ。これサスケも動きが止まりました。ちょっと起き上がれない状態、はやぶさの力になるためにと思ってね、来てくれているこのサスケのもう気持ちは本当にありがたいと思うんですよ。これはやぶさもね、はい、動けないよ、あれあんなもろにもう爆風食らったら。これやっと上半身を上げることが、もうそこまでがやっとというね状態です、サスケ。さあ、おっと、この2人したたかな。本当にあの
三続けつの関係であったことを裏付けるような今の攻撃であります。黒田とか安之助が全く攻撃の手を緩めません。サスケ、ハヤブサいいところがまだここまでは全く出ていない。ハヤブサコールもちょっと何かお客さんの、ね、コールもちょっと心なしか力がなく感じられてしまうのは気のせいでしょうか。さあこれはどうか、危ない危ない、先ほどから2プラトンのねポールをねことごとく2で返しているんですけれども、ハヤブサが完全なる復活ということだったんですが、やはりこうなってくるとちょっと不利です。いやでも、ね、2対1ハヤブサはまだまだだと思うし、サスケモリはまだだと思うね、これはね。さあこもこの2プラトンスーパーパワーボム、あ危ない、さあサスケがなんとか入ってきた。本当ね、全身全霊タックル、はい、死ぬまでプロレスラーだって言ってたけど、先月がんのすけが、はい、プロレスラーはね引退しようがしまいが、はい、そういう意味で言うとね、これね今日のサスケとハヤブサだけはこれはもうどんなことがあっても動いてる間は起き上がってくると思うね、これ意識がある間は。まあ、意識がある間はというのはね、だってね意識がなくなる危険性もあるわけですよね、このリング、オクタゴン。これだけ多くのみんなが自分の復活に向けてかけてくれてて、フィッシャーマンズバスター、これはね無様な形で終わらせるわけには絶対いかない日ですよ、これは。いやそんなことになったらこれはもうレスラー生命をもね危ぶむっていうね、精神的なダメージは計り知れないでしょう。さあそうでもさあ動きが戻ってきたぞ。さあ往年の動きか、おーっと、いやー久しぶりに見ました、はやぶさのこの動き。はやぶさは体が締まってあれじゃないですか、一時期ほら休み始めた頃ちょっと痩せてたけど、はい、かえってウエットが増してないですか。まあウエットトレーニングしてましたからね、うん、おっとタイガースープレックス、おっとこれいいぞ。かえってねやっぱりそうですね、休む前体調悪かったのかもしれないけど今よりウエット落ちてましたよね。そうですね、はい、これ今体がかなりウエット乗ってて、はい、今の飛び技なんかも前より強力だと思いますね、これはね。まあちょっとね膝の調子が心配なんで、うん、まあそれだけそこだけがね気がかりですけれども、それがなければ、まあ、要するに自転車とかバイクの攻撃がなければですね、もっと完璧なこのハヤブサを見れたのかもしれないと思うとね、本当に残念な気がします。さあうわっとこのままジャックル、うおっと危ない、いやでもねこうやって見る限りはこうやって見てる限りはハヤブサは完全に復調だと思いますね。そうですか。さあうわーファイヤーサンダー、あとちょっと気になるのはそのハヤブサがね、あやっぱりサスケは偉いね。いやもうね目頭熱くなるぐらいの先ほどからカットですよ、本当に。まあ目頭熱くなるっちゃ、ね、かわす落としですか。黒田はプロレスも上達したね、この半年間で。あんなテクニックを使う選手ではなかったですけれどもね。さあおたけびとともに、おっとサスケが、おさあニールキック、さあこれねさっきもちょっと言いかけてやめましたけどね、はい、この間藤波さんがほら言ってた各団体 の、はい、チャンピオンベルトを持った選手を集めてのトーナメントやろうなんて言って、はい、藤波さん言ってた。その時にいろんなパンクラスとかいろんな選手に混じって黒田哲弘と並んでましたもんね。そうですね、はい、だからね黒田哲弘はそこまでは来てるんですよね今。なるほど。ただ、はい、この団体で FMW っていう団体で、さあ本当のこれはサスケ飛ぶのかな、サスケ飛ぶのかな、ちょっとやめた方がいい、やめた方がいい、うわうっそー、おーい、サスケまさに死のダイブ。これはね黒田と道連れってことだね。だこれは黒田を道連れにするってことじゃないですかね。そういうことですよね。ほんで神之助一人をハヤブサに任せたってことなんじゃないかな。いや今のトペコンはすごかった。これで黒田は終わりでしょ。自殺ですよ、自殺。そうだ、これ、ほんでこれ今さハヤブサがね答えてるんだと思うね。ねえ、もう自分たちはね身を挺してね、これシングルだったんだよ。身を挺して何か化け物退治をする。危ない危ない、それだけは勘弁してくれ。あ、黄色目、こちらの面だけは、何をする。ガンノスケの目がいっちゃってるよ。さあ、これ何するんだろう。エプロンでガンノスケの目がいってるよ。おー危ない、なんとか耐える。あやぶさ向こうの面でやらなければいけない。あーっと危ない、この黄色い面で、うっそ、はやぶさも飛ぶんでしょうか、まさか。あ、そっか、これ三角飛びだ。あー、これは失敗、これは失敗。
い。ガンノスケ動き早かったな今。いや、やっぱりね、ガンノスケもね、これもうこれ食らったらおしまいってあるわけでしょ。よしよし、ああ、ああ、あと、ああ、あ、危ない。黄色い弁が、あーっと後ろ、あと20センチ、危ない。あー、うわー、試合は続行です、試合は続行です。決着がつくまで電源は解除されません。決着がつくまで電源は解除されません。試合は続行です。目開けてられなかったから、うわー、もう全員倒れてる、全員倒れてる。いや、それはそうでしょ。ハイマミレですよ、ハイマミレ。いや、斉藤さん、これだけ離れててね、暑かったもん。暑かったですよ。これだけ離れてて暑かった、今。爆風、熱風。ほんで、あの二人はもう、起きれ、ちょっと危ない。うわー、灰にまみれて。これはね、あのセコンドのね、新人。ああ、今立ち上がったら、あ、サスケとレフリーは？サスケと黒田が今どうやら、あ、レフリーもダメだ。レフリーはリング上で完全に倒れています。いや、すごい爆風とね。あ、レフリーはでも動きました。全部動きましたかね。レフリーリング中央でしたからね。いや、今入ったのが黒田と追ってサスケが入ってきました。あのね、この二人は今近いところにいすぎたんですよ。はやぶさは動けません。はやぶさとガンノスケはすごい灰まみれもう リング上もね、もう灰で真っ白になってますよ。うわー、この状況下でサスケは飛ぶのか。この状況下でもサスケは飛ばなければいけないのか。戦うごとに噴煙が舞い散る、壮絶な戦い絵巻。いや、もう何か異空間に突入しましたね、完全にね。これはすごい。これはね、今の段階では、ただこれ残あの、はやぶさに起きてもらいたいな。さあ、サスケがはやぶさの、まあ、ある種このサスケがですね、ハヤブサが起きてくるまでをなんとか戦っていこうというね。ハヤブサが起きた。ハヤブサが今ね、ハヤブサが今、左手を伸ばしました、エプロンに。ハヤブサがついにエプロンに手をかけた。さあ、ガンノスケはまだ動けない。もうおそらく火傷も負ってるんでしょうか。死の範囲で。ガンノスケの方がね、近いところにいたんですよね。よね、ガンノスケは大丈夫かな。ガンノスケは全く動かないね。動かないですよ。あ、今、ガンノスケもちょっと動きました。ガンノスケも頭が動きましたね。いやー、完全に意識失ってましたかね。まさにこの4人を追っているのは死の灰か。危ない危ない。目は死んでいないか。あー、サスケが危ない。サスケ返せ。はやぶさがなんとか今エプロンまでなんとか起き上がれ、はやぶさ。さあ、黒田が左手をスタンバイ。あー、ラリアット。これはよく返した、よく返した。はやぶさがなんとか、しかしもうね、あの体勢までにはなんとか起き上がれるんですが、サスケ頑張ってるんですけどね、そっから足が砕けてしまう。あ、危ない危ない。ジャンバスター決まった。ハヤブサが今エプロン、ハヤブサが危ない。ハヤブサが蘇ったのか。いや、今やっとのことであそこまで行っただけでまだ立てれない状態だと思いますね。おお、この力が残っていたか。うわ、起き上がる。う、何かもう、もう灰です。もう墓場の試合みたいになってますよ。あー、すごい。あ、でもガンノスケも起きてきたからね。ガンノスケも出てきた。いや、ガンノスケも灰まみれです。ガンノスケは灰まみれだけど、ちょっと意識がね、フラフラですよ。あー、往年のファルコンアロー、これは、今スリー行ったかと思ったんですが、逆に言うとガンノスケは今意識が混濁してたけど、はい、今のファルコンアローで目が覚めたと思いますよ。あ、逆効果でしたかね。
だから一発で仕留めた方が良かったんだろうけど、まあでも意識のある雁之助からホール足りたいっていうのもあるだろうしね。いや、あのレスラーってのは意識がなくてもスリーカウント取られないようになってるんですからね。あれね、肩上がるんですよね、無意識でも。あ、ほらほら、だってほらもう意識が完全に戻りましたよ、雁之助がね。ラリアットかわす、ラリアットかわす、おーっと雁之助クラッチ、雁之助クラッチ、危ない、おお決まったね、サスケが、サスケがよくサスケ張って手を伸ばした。さすがだね、サスケもやっぱり今見ててこれ決まったと思ったんだね。危なかった。今がっちり入りましたからね。今あの雁之助クラッチ、おそらくはやぶさ返す力残っていなかったかもしれません。しかし、あーしゃーてー、あ、これはファイヤーバードでしょうか、ファイヤーバードでしょうか。さあフェニックス不祥のファイヤーバード、これは一体半年ぶりにこの目で焼き付けろー、いった、これはいったが、おーっと入りませんでした、入らなかったね。いい天球か、別に今ねカットに入ったんじゃなくて黒田が、雁之助が起こしましたね。このなんて焦げ臭さというか異臭というか、そういったものがねちょっと立ち込めてるんですけれども、うわー、さらにこれ、あった、今のはそうですね、20分経過、早くも20分、もう一回、あーもう一回いった、さあこれは入ったか、あースリーカウント、電源を解除ください、電源を解除ください、20分7秒、片指片指にザックレードさせて、はやぶさ組の勝ち。ありがとう。見ての通りさ、最初からボロボロになったけど、はやぶさや帰ってきたぞ。俺今日10周年なんだけどさ、この10年間いろんなことを周りから言われながら、ただ自分らが信じた道だから一生懸命目いっぱい、胸いっぱいやってきた。そしてこの川崎に帰ってこれた。これで、これで一区切りだから、これから FMW は、俺たちはまた21世紀に向けて、21世紀の FMW を、新しいみんなが楽しく参加できる祭りをみんなと一緒に作り上げていこうと思う。みんなこれからも一緒に騒いでくれよ。ありがとう。じゃあ締めるか、いくぞ。お楽しみは